高知市の青柳公園では下地地区の住民が阪神・淡路大震災を風化させないようにと毎年追悼の集いを開いています。1995年に起きた阪神・淡路大震災は最大震度7を観測し、倒壊した建物の下敷きになったり住宅街で起きた火災に巻き込まれたりするなどして6434人が犠牲になりました。地震が起きた午前5時46分、地域の住民が 1.17 の形に並べられたろうそくを囲み、元日に発生した能登半島地震の被災地への思いも込め黙祷しました。